前回は本田宗一郎の子供からの夢であった、自動車メーカーになることを目指すところまでを解説した。ちなみにこの動画は後編となるので、前編を見ていなかったら前編を見ることをお勧めするぜ。技術の宗一郎と縁の下の力持ちである経営の藤沢さんという、お互いを補うような関係性で、ホンダの技術力と経営力を実現していたのよね。うむ、そうだぜ。そして、スーパーカブの成功後の1960年代、バイクメーカーは飽和状態となっており、これ以上に会社を発展させるには自動車メーカーに参入しなければならなかった。そんな感じで鈴木自動車は一足早く、軽自動車のスズライトを発売していたりもした。なんかモチモチして可愛い。そしてそんな状況を見て宗一郎は言う。バイクで成功し、自動車をやる資金もできた。なので自動車を作ろう。作るのは安くて大衆的な車。でもつまらない車じゃホンダらしくない。だからこそ、技術にもデザインにもこだわって、夢のある車を作るぞ。と、宗一郎はホンダらしい自動車を作ることを決めた。ふふん、どんなコンセプトにしようかな。しかし新しい自動車のコンセプトに悩んでいる中、政府はこんな新しい法律案を出してきた。今、戦後ということもあり日本企業を成長させるために、海外製品には高い関税をつけている。しかし戦後の経済的な傷跡も癒えてきた現在、アメリカから自由貿易のため関税を抑えろと交渉が始まった。そこで日本企業を守るためにも、こんな法案を作ったよ。と、自動車メーカーを含めた日本企業を守るために新しい法案が出るわけだが、その内容は、既存の大手自動車メーカーに資本と技術を集中させるためにも、自動車メーカーの新規参入には強い制限をかける。それは実質の新規自動車メーカーの参入を認めないという特進法案であった。それに対して宗一郎は、アホかー。利益を得るのは輸入車に勝てないような国産車を開発生産している既存の自動車メーカーだけであるし、そんなことをしたら、絶対に国産車が輸入車に勝つことはない。大切なのは国内メーカーを甘やかすのではなく、世界水準になるよう、苦労させ、競争させることだ。と、国の方針に真っ向から反対した。時には、通産省の次官室で一升瓶を片手に。そんな考えをしている時点で日本をダメにさせて弱くさせるんだ。国が企業を守っていたら技術の進歩なんて、さらに遅れるだけだー。と暴れまくった。こりゃガソリン税引き下げのために、私たちもストロングゼロ振り回すしかないな。普通に耐えられぬ時の無がいい。しかし、他のメーカーはこういった抗議をせずに裏で国と口合わせをしていた。一方、宗一郎は、そういった陰湿で曲がったことが嫌いだったため、料亭に呼ばれ、国から秘密裏に交渉しようと言われると、そこでも切れて暴れまくったんだ。しかし、そんな宗一郎の言葉は時代の流れが証明することになる。この特進法案という戦時中のような統制経済政策は、時代に逆行しているので廃案にするぞ。と、時が進むとあっさり1963年に廃案となった。そんな元気で自由な宗一郎の活動を見た、若きエンジニアたちは、ホンダへの就職に憧れていくことになる。宗一郎の自由人な行動がいい PR になってたのね。そうだぜ。藤沢さんもこういった自由な宗一郎を利用して、ホンダのシンボルとして扱ったんだ。その結果、尖った優秀なエンジニアがホンダに自然に集まるような流れになっていた。そんな自由に、時代の流れに影響されなく、開発が伸び伸びできるようにと、藤沢さんの発案で技術部門と研究所を独立させ、株式会社ホンダ技術研究所を設立した。そんな研究所で宗一郎は思い出す。競争の中で技術は育つんだ。日本の自動車産業を国際的に通用させるためにはレースによる早期育成が必要だ。つまり、そのためにはスポーツカーがいる。そして金持ちが独占しているスポーツカーを大衆化して、走る楽しさを多くの人に感じてもらうんだ。と、宗一郎は作りたい車のイメージを固めていった。そこからは優秀なエンジニアが集まったホンダの開発は早かった。なんと半年で試作車を開発し、1962年、鈴鹿サーキットでスポーツカー S360 と、藤沢さんの意見で作った軽トラ T360 の試作車が同時発表した。ちなみにトラックの方は乗せるエンジンないから、スポーツカーのエンジンでいいやろ、って感じで乗せちゃった。と、宗一郎の変態技術が詰まった車は、既存のホンダユーザーはもちろん、大衆もあっと言わせた。そんなユニークな2車種はさらにブラッシュアップさせ、市場に送り出されることになるが、特にホンダ初のスポーツカーとなった S500 については、民間向け自動車として初めて赤色のボディが採用された。これは戦後の日本では赤色は、消防車救急車などの緊急自動車のみ許された色であったが、車は赤いほど、かっこいい。という宗一郎の意見から、開発管理課長が何度も運輸省に足を運び、なんとか許可を得て作られたという逸話もある。日本で赤色の車乗っている人たちは宗一郎氏と、課長に感謝だわね。だからこそ、ホンダの赤というのは特別な意味があるんだ。
そして総一郎は自動車の生産が始まる頃、もう一つの勝負をすることに決めた。バイクレースでは世界制覇を収め、ホンダはバイク界ではトップクラスとなった。そして、次は車の世界で世界一になる。もちろん参戦するのは世界最高峰のモータースポーツ。フォーミュラワン、F1 だ。と、総一郎はホンダが F1 に参戦をして、世界一のメーカーを目指すことに決めた。と言っても、この時の F1 への参戦への思いは総一郎の頭の中だけにしかなく、誰にもやりたいという気持ちを伝えることはなかった。しかしそのタイミングで一人の男がホンダへ面接に来る。その男の名前は中村義雄。戦時中は戦闘機のエンジンチューンやジェットエンジンの試作を担当していました。日産工機の前身である日本内燃機にいましたが、経営がヤバいので転職活動をして、トヨタ自動車への入社が決まったが、面談した時の空気感がクソだるくて内定は断っちゃった。この時代のエンジニアとトヨタの相性悪すぎだわね。それに日本軍のマジモンの最新鋭な戦闘機作ってた人が面接に来るとかなかなかビビるわよ。そうなんだよな。しかも中村さんはレース好きで、総一郎にこんなことを聞く。ところで御社はバイクグランプリのみならず、F1 への参加する意思はありますか？できるか、できないか、わからないが、俺も F1 をやりてえよ。これが中村さんの入社決定の瞬間であり、ホンダ F1 のスタートであった。その後総一郎が F1 開発プロジェクトの最高責任者となり、中村さんもプロジェクトのメンバーとして参加することになる。エンジンはいつも通り、高回転高出力だ。と、エンジンのイメージを決めた。そうして試作の F1 エンジン RA270E が作られた。1500cc、220馬力、最高回転数12000回転と、当時の F1 エンジンでは最高最大のパワーを持つエンジンをホンダはあっという間に作ってしまった。もはやホンダにとって、高回転高出力エンジンであれば短時間で開発する技術が根付いていたわけだ。しかし、我が社は自動車メーカーとなったばかりということで、F1 に回せる資金は限られています。つまり、F1 用にサスペンションやボディまで作ることはできません。ぐぬぬ、まあそうだよな。そしたらこのエンジンを他のチームに売り込みませんか。チームを作るのにも時間や金が必要ですし、他チームにエンジンを売りましょう。おう、そうだな。ということで、イギリスのチームロータスへ供給することに決まったが、ホンダさん、ロータスと提携関係にあるジャガー社の傘下に、コベントリークライマックス社が入って F1 エンジンを作ることになったから話はなしで。ソーリーねー。ふざけるなぁ。俺は諦めないぞ。俺たちには技術があるんだ。もう金なんてどうでもいい。俺たちで世界最高の F1 を一から作ってやろうじゃねえか。ということで F1 のフルカーを作ることになってしまった。総一郎ち、すぐ金のことどうでもよくなるの好き。そんな優秀なエンジニアが揃ったホンダの F1 チームは、1964年8月のフォーミュラ1ドイツ戦に、ホンダ自前の F1 マシンホンダ RA271 を完成させ、投入し初参戦する。しかし結果としては経験値の低さゆえに現場は混乱。初参戦の F1 は成績不振となり、さらに翌年の1965年も成績は不振であった。そして1966年、3シーズン目の F1 参戦の年に、藤沢さんから話があると総一郎と、監督となっていた中村さんが呼ばれることになる。社長、中村。申し訳ないが今年の F1 への予算は半分以下でできないか。え、さすがにそれは。むしろ経営状況的には自動車事業が軌道に乗るまでは、設備投資や研究のための資金が莫大に必要なんだ。おいおいおい、それはダメだよ。社長の言う通りです。四輪でも世界を取るためには F1 へ継続的に参戦して、F1 という外交活動をして成長しなければなりませんよ。中村さんも総一郎も国際レースを積み、それを糧としてホンダ独自の車を作る。それがトヨタや日産とはまた違う、ユニークな車が作れると信じていた。藤沢副社長。今年の F1 は世界チャンピオンになれる、一つの読みがあります。中村さんは、総一郎の理想主義的で芸術的な F1 マシンではなく、無駄を削ぎ落とした合理的な F1 マシンを作れば勝てると読んだ。ホンダの F1 チームはイギリスを拠点として活動させてください。申し訳ないが、親父さんの目がないところで開発することで徹底的に無駄を削ぎ落としたいんだ。そんな中村監督の考えは、ひっそりと総一郎と F1 を引き離すという戦略を取った。その引き離し作戦の結果としては、F1 参戦3年目から新規投入したホンダ RA300 が1位となり、デビューインの称号を得た。やはり、やればできる。無駄をすべて削ぎ落としたのが正解だった。さらに1から新しいエンジンを作ればチャンピオンを狙える。しかしその勝利を見た総一郎は何とも言えない気持ちで見ていた。社長、新しいエンジンを作りたいです。引き続き水冷式のコンパクトな V 型2気筒です。ダメだ。F1 の新しいエンジンは水冷式から空冷式で行くぞ。ホンダは空冷で世界制覇したんだ。だから F1 も空冷で世界を取る。
水冷なんて水を媒体とした空冷だし、エンジンは水漏れもないシンプルな空冷が一番いいんだよ。社長それは、中村さんと F1 チームとしては空冷はありえない選択だった。確かに水冷は水漏れなどの故障が多い時代ではあったものの、F1 という高性能エンジンを空冷方式で、エンジンを冷やすのは技術的にとても厳しかった。また市販車についても抵抗外エンジンが強められてきた時代ということもあり、エンジン温度のコントロールがしやすい水冷は必須であったが、現在開発中の水冷の H1300 の開発も中止だ。ホンダのエンジンは全て空冷でやるんだ。総一郎は頑固な時もあったが、話をすれば素直な人だった。しかしこの空冷に関してはひどく頑固であったんだ。ホンダが変態だって言われるようなものを出すんだ。世界がやりたがらない革命的な空冷エンジンで、世界を取る。と、ユニークという変態性を求めた結果でもあった。その後、空冷の F1 マシンをホンダのエンジニアたちは何とか作り上げたが、それでも実際、冷却の問題は解決しなかった。そのためその F1 マシンはまともに走れなく、セッティングができる状態ではなかった。その未完成のマシンで無理にフランス戦に参加したことが原因で、ドライバーのジョー・シュレッサーがクラッシュし死亡。ホンダはこの死亡事故を受けて、F1 への参戦を見直すことになった。結果としては F1 参戦の初期の目標であった四輪車の技術習得は達成できたとの判断から、ホンダの初めての F1 への参戦は一度幕を閉じることにした。なお、ホンダはジョー・シュレッサーの遺族に対しては、賠償や謝罪の末、現在では和解をしている。これらは総一郎が60歳の時の出来事であった。そして F1 が終わった後のホンダは、1970年にアメリカで採択されたマスキー法の対策に追われていた。これまでの車はすべて、一人の天才ホンダ総一郎の提案を起点に開発が行われていた。しかし研究所部門のトップであった川島さんは、マスキー法を突破するためには、合理的な車を作らなければ生き残れないと考えていた。なぜならマスキー法は自動車が排出する有毒ガスを、10分の1まで減らせという無理ゲー法律であったからだ。この法律にアメリカ本土のメーカーはもちろん、日本メーカーやヨーロッパメーカーは新車販売ができなくなるマスキー法に怯えたわけだ。しかし総一郎の空冷エンジンへのこだわりは、まだ続いていた。しかし総一郎も薄々気づくことになる。これだけ研究しても空冷エンジンで低排ガスエンジンを作る突破口が見えない。と、空冷エンジンでマスキー法を突破できる道筋はついていなかった。さらに F1 や市販車エンジンの開発に関わった、久米忠さんが走り書きの辞表を残し失踪。F1 の死亡事故は俺のせいだ。しっかりした空冷エンジンを作れなかったからセッティングもできずに燃えてしまった。うわぁ、もうやだ、四国に行くんご。しかし研究所トップの川島さんが、久米さんが四国でのんびり過ごしているところを見つけ出し、ホンダへ戻ってくるよう説得した。この一件は藤沢さんの耳に入っており、とても気にしていた。その話を聞いた久米さんはチャンスだと思い、同僚を集め、藤沢さんに相談したところ。藤沢さん、空冷エンジンでのマスキー法突破は無理です。どうか、このことを親父さんにも伝えてほしいのです。それを聞いた藤沢さんは、夕食中に総一郎に電話をする。社長、水冷エンジンではないとダメだ。いや、できるんだ。空冷ももう少し詰めればできるんだ。社長、あなたと出会った時の約束通り、私は技術のことに対しては口は出さない。しかし、一個聞かせてくれ。ホンダ技研の社長として道を取るか、あるいは技術者としてホンダ技研にいるべきか。どちらかを選ぶべきではないでしょうか。総一郎は少し黙り、答える。俺は社長としているべきだろう。水冷化をさせるんですね。そうしよう。それがいい。そして翌日、再度久米さんの口から総一郎へ説明をし、正式に水冷式のエンジンが作られるようになった。そして技術者としてのホンダ総一郎の最後の挑戦課題は、マスキー法を突破するための水冷抵抗外エンジンとなっていく。総一郎は考えた。マスキー法はホンダにとって天の助けだ。世界で一番後発であるホンダがこの開発競争に勝てば世界一のメーカーになるんだ。しかし、F1 エンジンの開発総責任者兼シビックのエンジンである CVCC エンジン開発に携わる桜井福俊さんは反論する。親父さん、お言葉ですがそれは間違いだと思います。マスキー法についてはホンダだけの問題ではないのです。公害をなくすことは全人類のために必要な研究なのです。一つのメーカーが世界一になるために抵抗外エンジンを作ってはいけません。我々が住む、地球の空気のため、そして全人類のために、エンジンを開発すべきです。つまりホンダがこの困難なマスキー法をクリアする技術を作り、技術を他のメーカーに提供すべきだと思います。この言葉を聞いた総一郎はとても素直だった。そして自分の会社の社員がホンダらしい意見を社長にぶつけられる。そんな姿を見てとても嬉しかった。それがいい。そうしよう。
一方、アメリカ本国の自動車メーカーはマスキー法に強烈に反対し、政治で何とかしようとしている1971年のことだった。ホンダはマスキー法規制に合致した低公害エンジン、CVCC エンジンを作り上げ、研究成果を全世界に発表した。そして藤沢さんから一つの仕事を託された部下である西田道博さんは、総一郎に一つのお願いをする。ところで親父さん。どうした?研究所の若手も育ちましたね。うむ。そうだな。なので、そろそろ、技術面の責任者については若手にバトンタッチするよう考えていただけないでしょうか。西田さんは恐る恐る総一郎に藤沢さんからの言葉を伝えた。ふ。よく言ってくれた。今日にでも辞めてもいいぞ。総一郎は反射的にそう答えた。一方、藤沢さんは、年齢も年齢だ。私はそろそろこの会社を辞めようと思う。そのセリフを聞いた総一郎は、そうか。それなら私も辞める。これは藤沢さんがシビックに搭載する CVCC エンジンを花道に、カリスマエンジニア兼経営者としてハッピーエンドを見せたいというシナリオ通りであった。脇役でもどうしても前に出ないといけない時がある。それは主役に脚光を浴びせる時なんだ。脇役の私に舞台を作らせたら天下一品さ。すべては藤沢さんのシナリオ通りだった。そして1973年10月、本田宗一郎と藤沢さんは、本田技研工業社長、副社長を同時に辞任した。宗一郎67歳、藤沢さんは63歳だった。まあまあだな。そう、まあまあさ。でも幸せだったな。本当に幸福でしたよ。心からお礼を言います。俺も言うよ、ありがとう。いい人生だったな。最後に総一郎は社内に挨拶をした。随分苦労も失敗もあった。勝手なことを言って、みんなのことを困らせたことも多かったと思う。ホンダと共に生きた25年は私にとって最も充実し、生きがいを肌で感じた毎日だった。みんなよくやってくれた、ありがとう。俺たちは祭りばかりをやってきた。だからこそ、お前らは真面目にやってくれよな。日本を代表する企業であり、一体で築き上げたホンダの創設者、ホンダ総一郎。ホンダ社長として封建的な制度を破り、後継を若い人材に託す、そんな会社を作り上げた。そんな二人がホンダを辞めてから約10年経ち、総一郎おじいちゃんにショックな知らせが入る。1988年12月30日、藤沢さんが亡くなりました。ぐう。通夜にやってきた総一郎は遺体の前に座り続け、黙って涙を流した。そして1991年8月5日、末期癌となった総一郎に最後の時が訪れる。数日前から昏睡状態であったにもかかわらず、お見舞いに来ると総一郎は必ず手を握り返していた。そして朝10時34分、総一郎は最愛の妻美香に見とられながら、静かに息を引き取った。まさにホンダのエンジンのように高回転でホンダを成長させ続け、ガソリンという命を燃やし続けた男だった。このホンダ総一郎の死は世界で報じられ、日本政府に挑み、戦後の廃墟の中から世界有数の革新的な自動車メーカーを作り上げた。自動車界の反逆児シス。と報じられた。また個人の強い意志を尊重して、近親者のみの密葬が行われた。大々的な葬式をしたら交通渋滞になる。そんなことを自動車企業がしてはならないよ。と、総一郎は亡くなる2年前に決めていた。そして天竜、浜松、朝香、東京、鈴鹿、万東と伝説を残してきた総一郎だが、本社ビルにもホンダ技術研究所にも、総一郎の生きていた跡はないと言われる。これは総一郎の望みであった。総一郎はホンダを退任するとき、綺麗さっぱり全てを捨てて去っていったんだ。新しいことをやれば、必ず、しくじる。腹が立つ。だから、寝る時間、食う時間を削って、何度も何度もやる。総一郎が残したホンダスピリットは、現在のホンダにも受け継がれ、新たな挑戦へと繋がっている。現在のホンダは2050年までに全企業活動の CO2 排出量を実質ゼロにする目標を立て、挑戦することを決めた。ぜひホンダには、総一郎が叶えた自動車を作るという夢以上の夢を叶えてほしい。